ますよ。あれは腕の関節じゃないですか。関係ありませんよ。なんか今日はずっと雑巾がけしていたら手が冷えたみたいで、握力が少し弱くなってしまって。いいです、雑巾持った手なんか汚いですし。まあ朝から雑巾かけてますから。ほら、ミニアって出来損ないだから。体温調節機能がしょぼいんですよ。はい、それがお仕事なので毎日やらせていただいています。あ、はい、定期的にちゃんとメンテナンスしていただいていますよ。だから大丈夫ですよ。人だって冷たい雑巾をずっと触っていたら握力がなくなるじゃないですか。それと一緒で、冷たい水をずっと触っていたから手が冷えてしまっただけですよ。大丈夫ですよ。リニアはアンドロイドなんですから。リニアは機械なのですから、そんなご心配されなくても。はい、申し訳ありません。いた。はい。でもありがとうございます。リニアなんかを心配してくださって。でもそんなこと高弘さんにしていただくなんて。リニア、はい、ありがとうございます。すみません、こんな場所まで。はい、すみません。何を。いいえ、そんな不服だなんて。でも、ならもう結果は分かったわけですし、
、そんな、それでは高弘さんの手が冷えてしまいます。リニアは大丈夫ですから。私の手冷たくて不快じゃないのですか？誰かと思ったら旦那か。こんな夜中に何やってんの？私はおトイレ。それじゃあ。何すんの？先制攻撃とは。どうしたの？Thank you.
どうしたの？何がどうしたのよ。あ、誰かいるね。そう。ふぃー、危なかった。でも効果はありそうだよ。
それじゃあ手を握って前に出して。ほーん。はい、すごーい。旦那、この子いい子だよ。あなたのお名前は？鈴木。鈴木ちゃんか。いい名前だね、旦那。何してるんでちゅか？してるんでちゅか？こんな時間にバタバタと。ほん？責任転嫁はいけませんね。この子は誰でちゅか？お名前は？鈴木。鈴木ちゃん、こっちへいらっちゃい。こんな大人と一緒にいるとバカになっちゃいまちゅからね。ちゃんとメイド服にお着替えしまちょうね。この島ではメイド服を着ていなくちゃいけないの。わかった。よいしょ。何するでちゅか、鈴木ちゃん。着替える。ここではダメでちゅって。着替えるのは明日でいいでちゅから、今日のところは私と寝まちょう。わかった。では所長、おやつみなちゃいまち。この子は大丈夫でちゅよ。